これから本当に怖い都市伝説を教えていきます。うおー、楽しみだ。ドキドキする。みんなはターボババアという人を知ってるかい？何それ？知らない。ターボババアは時速140キロで走ることができる、とても足が速い人間なんだ。そんなやついるわけないでしょ。ねえ、絶対ないよそんなの。そいつはスピードを出してる車なんかを見るとすっごい勢い走ってくるんだ。怖っ。そしてその車を追い抜いた時、その車の運転手はもう死んでいるんだとか。怖い。本当にあんのそんなの。おい、何やってんだよお前ら、部室にいないでよ。何やってんの？それ実際あったのそれ？まあ目撃例がちらほらあるという。まあ本当かは分かんない都市伝説だけど怖いよね。怖っ。怖い、めちゃくちゃ。信じるか信じないかはあなた次第です。うわぁ、信じちゃうよこんなの。俺も信じるな。いいから早く部室戻ってきてくんない？で、うん、もう一個あるんだけど。まだ続くな。うん、いいよ。あの妖怪ホムラっていう。ここにいるぞ。しばくぞ。どんなのなんか、うん、こうやって面白い話をしてるのに、うん、急に仕事の話をし始めるの。うわぁ、怖ぁ。これ妖怪ホムラの呪いだよ。早く部室戻ってください。じゃあ次ユンちゃんの番ね。うん、怖い都市伝説。うわぁ。早く行ってください。分かったよ妖怪ホムラ。ねぇ、ねえ、何今都市伝説の話で盛り上がってたのに。急に盛り下げてくるやん。そうだよ、うるさいな。あ、これ特徴？空気読まないっていう。あー、特徴かも。あ、特徴。もう分かった分かった。もうみんなね。やけくそになるなよ妖怪ホムラ。妖怪じゃねえよ、依頼が溜まってんだよ。みんながやんねえから俺が来ねえと。都市伝説じゃん。おー、何の話。まあでもこの依頼も本当にあるかどうかは信じるか信じないかはあなた次第で、俺は信じない。僕も信じない。私も信じない。いつも手荒れはさ、どっから来てんだよ。もう急に現れた都市伝説だ。都市伝説だ。都市伝説の力ってもんがあるんですね。ちょっと話しかけないでもらえる？やっぱこいつだけ芝居ていいか。いいよ。ダメだダメだ。ほらほら。あー、仕事。仕事。仕事で。遺言仕事。仕事妖怪言うんじゃん。今日は何ですか？今日の依頼は山奥にある廃校、もう終わっちゃった学校で、なんか肝試しをしてた学生からの依頼らしいです。うるさいな、怖い。でもなんかさっきまであれでしょ、都市伝説の話してたんでしょ。そう、その話した後だから怖いって。それっぽいじゃん。内容が、なんか肝試し中に落とし物しちゃったから拾ってきてほしいんだって。やだよ、なんでそんな。ってことはさ、出ればいいじゃん。ってことは出るって場所じゃんそこ。いや、まあ心霊スポッツってことでしょ。スポーツですね。スポーツ、心霊スポッツにさ置いてきたってこと。何落としたかよくわかんねえけど。もういいじゃんそんなもん、捨てようよ。いいよお前、うるさいな。新しいの買えよ。いやでもやっぱ大事なものなんじゃない。いや俺大事じゃないもん。そりゃそうだ。いやいや、そう、もちろんその人の大事なものだから。じゃあ、待って、山奥でしょ。じゃあユンちゃんあれじゃん、さっき話してたさ、ターボババアがいるかもしんないじゃん。そうだよ。なんか知んないけど。山奥に住んでるから、あいつは。そうだよ。もう、都市伝説だよ、都市伝説。140キロで追っかけてくんだよ。もう追い抜かれちゃったら死んじゃうんだよ。ほんとだよ。そんなおばあちゃんいないだろ。いるよ。いるから、あいつでしょ。都市伝説は都市伝説だよ。何当たり前なこと言ってんの。お前らが信じてんのか意味わかんねえからだよ。これ何じゃあこれ。ん、これ何？これ、どれ？これ、これ、これ。椅子。じゃ、椅子じゃないかもしれないじゃん。何を言ってんだ、お前は。信じるか信じないかは、ホムラ次第です。あなた、あなた、あなた。くだらなし、意味わかんねえし。これ何？これなんて言う？これノートパソコン。ノートパソコンじゃないかもしれない。いや、なんか、信じないかもしれない。せーの、信じるか信じないかは、ホムラ次第です。じゃあ、これは？これ電話だよ、これ。これ電話なんだ。疑いの余地なし。うん、しない。どうして正面電話？普通に電話。うん、これは？バスケット。バスケット知らないの？これは何なの？これ椅子じゃないかもしれない。これは何なんだよその判定は。小村くん急に物の名前忘れちゃったんだね。うるせえな。かわいそうに。行くぞ早く行くぞ。かわいそうに。ダリダリダリ。どこに行くの？お前が一番記憶なくなっとるやん。あ、忘れ物取りに行くのか。そうだ、山奥に。やだよ。本当にやだ。だって怖いもん。うるさいな。うるさいや。あ、ちなみに今日遠いから俺運転してるからね。もう
ドライブじゃん。違う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 、バカ、ダボババアが来たらさ、あ、そうだ、車乗ってたら追い抜かれちゃう。はい、じゃあ行きますよ。ねえ、ターボババアだって。あ、すっげえ、カメラ君、何の話か分かんないけど、何もうで、そう、車で抜かれたらターボババアに殺されるよ、それ。いや、車でだから抜かれるわけないじゃん、人間にさ。いやいや、抜かれるなんて140キロだよ。そうだよ、大谷翔平の方が早いじゃん。まあそれは球の速度だけど。何言ってんの、あいつ。早く行こうぜ。怖くない？怖い。怖いね、ちょっとでも。ターボババアが怖いなと思った人は皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。怖い。それとみんなが知ってる都市伝説コメントに書いてね。教えてくれ。言ってね。あ、ホムラいなくなったから帰るか。帰る、うん、聞こえてるよ。怖い妖怪ホムラだ。うるせえな。 お前だけトランクに入れるぞ。怖い、物騒。怖い。ほん、車なんてあったの。うん、俺置いてるよ。車あったっけ。あ、借りてきたんだ。借りてきたんだ。そうそうそう、レンタカー。はい、乗って乗って。怖い。いくよ。いや、怖い。はい、10パス行こう。うわー、すごい。すごい。待って、これ車線違くない？あ、そうか、危ない危ない。ねえ、お前バカやめて、怖い。知識がないよ。免許取り立てだからさ。ねえ、本当に行くの？ターボババア取ってきたらどうすんだよ。大丈夫大丈夫、そんないないから。ねえ、怖いって。運転、行くよ。誰か助けて。違う、危ない。よし、死ぬ死ぬ。いや、もうこの道細すぎるって。反対側から車来たらもう無理だよこれ。そうだね。気をつけてね。ええ、じゃあ、おい、何何何、お前揺らすな、揺らすな、バカ。危ねえな。止まって。何、え、怖い。何、ね、どうしたの。なんかすごい勢いでさ、ピュンって通ってったよ。なんか何が、鳥じゃないの。鳥、こんな低空飛行するわけないだろ。低空飛行する鳥だっているだろ。なんでここです。じゃ、鳥じゃなかったよ。でも形が落ち葉みたいな感じじゃない。違う、なんかね、白い髪生えた人型のやつだった。これじゃん。違うだろ。これだ。ね、あれじゃない、さっき言ってたさ、ターボババアじゃないのこれ。いや、いないって。え、いたって。今通ったよ。いないいないいない。通ったって。でも見なかったせな、今全然誰も見てないよね、サンド以外。サンド間違えたんじゃない。俺運転に集中してたからな。木かな。木と見間違えたんかな。俺行くぞ。見間違えたんだよ。お前隣乗るなよ。いいじゃん、別に狭いんだから。俺後ろなら。ねえ、いたって絶対。いないよ。いないよ。いるって。怖いよ、ターボババ。俺やばいやばいやばい。ほら、もうここトンネル。怖い。スピード全開で行くぞ。あー、このトンネルちょっと怖いよね。レッツゴー。今から気をつけてね。オッケー。ごめん。待って、今燃料切れた。ねえ、なんか今通ったでしょ。今通った、見えた。通ってないよ、俺後ろ向いてたよ。え、待って、何これ何。燃料切れたって。はぁ、このクソ車。おい、やめろよお前。レンタカーなんだから。どうするの。なんでこんなところで止まるんだよ。トンネルの真ん中でよ、クソ車。おい、だからやめろってお前。ね、どうすんの。ね、どうすんの。どうすんの。ガソリン死ぬんだ。死なないよ。大丈夫大丈夫。ねえ、ダボババアもいるしさ。そうだよ、俺抜かれちゃったよ。ないよ。気のせい。気のせいで、いたって。ちょっと俺見てないもん。後ろ向いた瞬間に出たっていうの。そう、だから車の横ビュンって通ってたんだって。通ってないもん。いなかったけどな。いたって。え、ちょっと、街あったんならさ、あれ行こうよ。そうそう、ガソリンとかさ。ガソリン探しに行く？ガソリン探しに行こう。まあそうだね、だって廃校まだ先だし。まだ先なの？もう、え、帰るよ。え、それ全然先だよ。なんでガソリン入れてこないんだよ、お前。いや、ちょっと、忘れてた。楽しくなっちゃって。あは、帰ったが。バカ、もうやめろ、レンタカーなんだって、これ俺の車じゃねえんだよ。なんだよ、もうね。早く帰りたい、俺もういい。いや、なんで？変なバーサイル探さないと。でもサンド、あれでお前これ歩いて帰んだよ。そしたらもう歩いて、いやでもダメだ、ターボババアいるわ。一緒に行くか帰るかのどっちかだよ。もう最悪だよマジで。これ人いるかな、ここ。どうだろうね。ここも廃村なんじゃないの。確かに、だって山奥だよ。ここもここでもうないんじゃない。でもここやっぱ誰もいなくない。いないね。間違いないからな。
ガソスターありますか？すいません。いや、人いないだろ、多分。誰かいませんか？誰もいないじゃん。うん。あれ、家の中も空っぽだ。てかなんかクモの巣とかあるよ。古いのかな。普通に人いないんじゃないの？もう長いことこの村には誰もいないとかなのかな。不気味だー。うるさいな。もうでもガソリン探してさ。あるかな。やろうよ。どっかにあるかな。船があるってことはさ、あるんじゃない？そういう船のエンジンに使うガソリンみたいなやつが。船の燃料。あるかも確かに。同じなのかな。ねえ、なんでこんなことになってんだよ。どうすんの？クマとか出てきたらクマ。あ、でもクマは死んだふりダメだよ。そうなの。うん、戦わないと。サンドが戦うの？負けるでしょ。戦って、あの相手を逃がす。まあじゃあクマ出てきたらホムラに任せよ。全力で逃げよう。俺も挑むから。シュッシュ。男ぜ。何なんだよ。全力で任せよ。よせ。ないかな。どっか入れる家で漁ってみる？あ、確かにないかも。そうだね。漁って。あ、あれ。待って待って。誰かいるよ。ん？あ、違いまして。え、ね、待って待って待って、ね、今誰かいた？通り過ぎたよね。ね、じゃあいつだよ、車の横通ってったの。そうだそうだそうだ。ね、さっきのターボババアの話、こいつ知らないじゃん、そういえば。ああ、知らないね、確かに。さっきから言って都市伝説でしょ。ね、あの140キロで走るババアがいんのよ、うん、で、そいつに追い抜かれると魂を抜かれるっていう、そういう都市伝説。都市伝説でしょ。でもいるじゃん、車で抜かれたよ。だってさっき、そうそうそう、見たんだって。でも抜かれたとしてもまだ俺ら魂は抜かれてないやん。今から抜かれ、ね、今から抜かれるのかもしれないじゃん。ほら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 、あ、いやいや、ちょちょちょ、本当はいる。え、どこ？ほら、あそこの奥だよ。今いたよ。見えないよ。あれ、今いたのに、さっきあっちの方。え、どこ行った？え、ちょ、早くさ、ガソリン探そう、早く。そう、ガソリン探そう。手分けして探す。もう、不気味だよ。だって、包丁持ってたよ。てか、足早すぎだろ、おばあちゃんなのに。そうだ、だから言ってんじゃん。あれ、ターボババアだって。そうそうそう、ターボババア。あれがターボババアか。なんでお前だけパッとしてないんだよ。いや、だって俺まだ見てないんだって。じゃあ、お前そこにいろよ、一人で。そうだよ。やだよ、だってみんながビビってんのにさ。いいじゃん、怖くねえんだろ、パンチして倒すんだろ、倒せよ。いや、それ、クマの話な。クマより怖えよ、あいつ。いやいや、どうせドッキリなんじゃないの、3人の。ほらほらほら、後ろ、後ろ。見えない、どこ？ほら、いた。もういや、探そう探そう。いなくなっちゃった。あ、ほら、ほら、いるいるいる。うわ、うわ、うわ、いる。あれ？そうだって。びっくりした、なんか虫みたいな早いじゃん、あいつ。だ、言ってんじゃん、早いって。もう、びっくりした。早く、早く探そう。はい、はい、はい、はい。早く。マジで抜かれちゃう、早くしろって。みんな早くしてんだよ。頑張ってんだよ。早く。なんでお前こっち来んだよ。うるせえな。いいだろ、別に同じとこだったとしても。やだ。あ、いる。後ろ後ろ、今いた今いた今いた。どこにいた？今真後ろにいた。サンゴさん、サンゴさん、あっちあっち。気づかれてない？もう瞬間移動してるみたいな速さだよ、あいつ。あいつ足早すぎて制御できてないじゃん。じゃあ制御してるんだよ、あれ。だってもっと速かったもん、さっき。あ、そういうこと？早く探さないと。ガソリン探そう。あ、待って、車のガソリン1個あった。え、お、あった？あったよ。あ、じゃあね、もう帰り道分もさ、いっぱい集めないと。じゃあ、あるやん、村にある。この大きさだともうちょっと必要じゃない？うん、もっと必要だよ。あと何個集めよう。いる。どこ？あ、いるいる。怖い、あいつ。こっち見てる。こっち見てる、こっち見てる。ちょっとお前こっち来んなよ。おい、あ、なんで同じとこ入ってくんだよ。いや、サンドがいたんだもん、今。来るなよ。ねえ、あいつ、あ、捕まったら知ってる？足ひちぎられるよ、あいつに。ああ、そうだ、そうだった。やばいやばい、サンドやばい、サンドやばい、サンドやばい。ごめんなさい。もうやだ、こっち逃げる、こっち逃げる。うわ、切る。逆行きますよ、まだ。もう悪いことしません。もうってなんだよ。もう悪いことしてたの？もうホムラの財布からお金取ったりしません。また取ってんかよ、お前。取ってるんだ。この家の中何もねえ。なんか、そう、何もない家ばっかりなんだけど。なんかパン工場みたいな。小麦が。うわぁ、ババアだ、ババアがいる。お前、普通に口悪いやつになってる。だってターボババアだもん、あいつ。ババア！ねえ、ちょっと早くガソリン探そう。そうだね。あ、どこにあるな、ガソリン。うわっ、来るな、来るな。パンチ、パンチ、パンチ。痛い。え、切られた？切られた。水の中入れば大丈夫だろ。まだ助けて。あ、水の中だとするぞ。水は、あ、待って、ガソリンあった。痛い、サンド来てる。痛い。ねえ、待って、しかも何してんの。やばい、おばあちゃん首プルプルしながら泳いでるよ。息継ぎしてる。逃げて、息継ぎ早い、こいつ。うわぁ、やろせや。
ダメージ回復しない。あー、いっていっていって、うわ俺も殴られた、痛い痛い痛い。ねえ、これさ、あいつの持ってる特殊なナイフで攻撃されたけどさ、体力が回復しないんだよ。どこでしょ、やばいやばい、一部が引きちぎられてんじゃないのこれ。これ多分切られてる、殴られ続けたら死んじゃうじゃない。そうで、死ぬよ、本当に死ぬよこれ。あー、やだ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 、死に、こんなとこで死にたくねえよ。本当だよ、ホメラのせいだ。俺のせいじゃねえよ、依頼主に。お前のせいだろうかよ。なんで俺のせいなんだよ。車、キャーやだいや、車キャーじゃねえよ。そうだ、追われてる、そうだ、追われてる。ねえ、ユンちゃん、俺についてこないで。お願い、助けてよ。やだよ、ぶん殴って逃げるぞ、俺。ね、ガソリンでも見つけて、俺1個。どうする？今何個？2個。何個必要なの？3つぐらい必要なんじゃない？ 3 つもいるの？人数分、人数分で集めようぜ。やばい、追いかけられてる。ゼロくん頑張れ。ちょ、こっち来て、こっち。ユンちゃんの置いてる、ユンちゃんの置いてる。やめてください、やめてください。待って、悪いかもしれない。あ、あ、ガソリン！あった！よし、ガソリン見っけ。ユンちゃん逃げといてね。これ、ホムラくんが飲んだらどうなんの、このガソリン。俺が飲んだら、うん、もうターボおばあになる。ターボホムラなれるんじゃない？ターボホムラなるわけねえだろ。え、ね、おばあちゃん、ガソリン飲みすぎてああなったの？絶対違うよ。撃ってる、こっち来てる。化け物だ、え？こっち来てる。痛い、痛い。めっちゃ強いぞ、あいつ。うわぁ、うわぁ、こ、来るな、来るな、やばい、いる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 、サンド逃げて、痛い、ね、待って、やばい、だいぶ切られたよ、俺。僕もやばい、もう半分ぐらいしかない。またどっか行っちゃった。ね、あいつ絶対切るの楽しんでるって。サイコパスババアだ、ゆんちゃんまで。よしよしよし、逃げ帰ってきた。え、なに、お前なんで隠れてんだよ。いや、隠れるよ、そんな襲われたら嫌じゃん。痛い、やばい、体力半分もないもん。やばい、死んじゃう。サンド大丈夫か。大丈夫じゃない。てかさ、ね、早く探してよ、ユンちゃん隠れてないで。あ、もし、行ったって、やば、小づかれた、行った。え、いる、はやー。わー、この家、おっきいな、この家見て。お前、観光してんじゃねえぞ、この野郎。この家、おっきいな、じゃねえよ、お前。この家、おっきいな、じゃねえんだよ。これ、これちょっと。おーい、はい、ガソリンゲットしました。ナイス、おー、ナイス。よし、ユンちゃん、早く見つけて。そうだ、ユンちゃんも見つけないと帰れないよ。そうだよ。どこにあるの？これ探してんだよ。いや、知らねえよ。でも、もう、体力がないよ。うん、後ろ後ろ、やる、サンド、後ろ後ろ、わぁ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 じゃねえ、わぁ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 、大丈夫、大丈夫、助けて、おぉ、こいつ楽しんでる、やだやだやだ、あー、ごめん、あれ、いなくなってる、いるいる、助けて助けて助けて、ちょ待て、逃げる、マジ逃げる、ごめんなさい、ゼル、ゼル助けて、ゼル、俺後ろ来てるかな、どこか、いて、あ、足くじってダメージ受けた、痛い、どこか、で、助けて、助けて。でも、巻いた、どこにいるかわかんないけど、ゼル君の近くにいたよ、その家付近にいるかも、気をつけて。わ、ちょ、離れよ、ガソリンどこ。え、待って、この大きな家なんか、まだ大きな家探してんか、お前。じゃあ大きな家に上に行ける場所があったから、今ブロック積んで登ってみたんだけど、行けそうな、合いそうな場所がある、ここに。どうせねえよ、お前。ないだろ、探せよ。でも俺いいもの見つけたよ、卵、これぶつけてやればいいんだ。で、待って、ゼアルが死にかけてる、卵見つけてる間に。サンド来いよ。お、すごい、ゼアル、うまい、上に行けばいいぞ。あ、待って、人が壊してる、壊してる、ゼアル、やばい、やばい、逃げろ逃げろ、ゼアル、こいつ、まあ、あそこいる、ゼアル君逃げて。一瞬で壁破壊してたよ。ほんとだ、あいつ腕力もやばいよ。ゼアル君追っかけられてるぞ。ゼアル、ゼアル逃げろ、もうそこ無理だ。こっちから行こう。おめえバカ、こっち来んなよ。危ない、やめろバカ、お前。あいつ楽しんでる、やっぱり。あ、待って、車の場所にあったよ。あった、え、あった、大きな家の一番上にあった。大きな家、また行ってんのかよ、お前。なんだ、あった、あった、いつも行ってんの、大きな家。しかも人の頭もある。はぁ、えぇ、ー、怖っ。いや、すごい、なんか全然すごくね、早く逃げるぞ。なんで感染してるんだ。よし、うわっ、待って、来た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 、本当に。どこ行った、どこだっけ、どっから来たの、俺ら。どこから来た。え、もう、もう5個あるの。もう5個あるよ、5個見つけたよ。逃げよう、じゃあ。ここ、みんな、ここだ、ここ。なぁ、いたいたいた、こっちね。うわ、待って、目の前通った。いるいるいる、早く早く。サンドサンド、どこ。ちょっと、俺死んじゃうから、死んじゃうから、怖いよ怖いよ。私も待って、行ってる行ってる、サンド危ない。どこにいた。まあ、ちょ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 、うわ、車の方行ったよ。やばいやばい、どうすんのこれ。車乗ってる。いや、違う、車の前で止めようとしてんだ、あれ。やば、どうする、どうする。卵ぶつけよ、卵。卵で変身する、変身。僕にやって。あれ、いない、え、あれ、なく
おりゃいなくなってる。あ、ねえ、ゼアルに当たってるって。うわ、うそ、うわぁ、やだやだ、早く早く入れて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 、ガソリンみんなに入れて、みんなに入れて、早く早く、お前から来てる、だめ、どこだ、どこ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 、やばい、やばい、はい、早く、もうしない、ゆうちゃん、ゆうちゃん、ゆうちゃん、早く逃げろ、早く、うわぁ、早く、あぁ、早く、車、車なくなった、逃げろ、逃げろ、やぁ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 、あぁ、助けて、あぁ、うわぁ、走って逃げろ、痛い、依頼質問返信コーナー、パンチ、なんでだよ、殴りたくない、なんでだと、なんでだと、うるせえな、質問です、なんでよろずやって言うんですか、だって、おー、おー、いい質問です、いい質問、確かに答えてなかった、今まで言ってなかったね、うん、自分たちでは決めてたけど、部長じゃない、ここは、うん、あ、私ですか、ビシッと言ったかな、ビシッ、違うよ、あ、理由を説明する、あ、そういうことか、ビシッと言ってもらおう、他のじゃねえだろ、ビシッと言ってもらおうって言われたから、ビシッとでしょ、ビシッと、そういうことじゃねえ、ぐらいの言ってよ、まあ、あの、よろずやっていうお店があるのは知ってますか、皆さん、あ、ありますね、まあ、まあ、もうそれ言っちゃったらもうそれ全てなんだけどね、うん、何でもやるっていう、何でも売ってるっていうのがそういうお店があるんですよ、八百屋さんとかであるのかな、 で、うん、そこの何でもするっていう意味を込めてつけました、なるほど、まあ俺たち何でもやってるからね、はい、依頼はね、うん、そうだね、何でも依頼を受け付けてるから、そう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 っていうので、この名前になってます、どう、かっこよくない、かっこいいわね、だろ、で、あとちなみにファンマークがですね、飴なんですよ、僕たち、そうですね、チームの箱押ししてくれる人は、はい、名前の横にですね、この飴をつけてくれたら、あ、嬉しいなぁ、応援してくれてるんだってなります、なので皆さん、この飴をですね、名前の横とかね、ツイッターの今 X か X の横とかね、名前の横につけてくれたら、はいはいはい、すごい嬉しいですよね、嬉しいです、あ、嬉しい、よろしくお願いします、ちなみになんでこれ飴になったかわかる、これにも意味があるんですよ、何、美味しいからじゃないの、溶けてなくなっちゃうじゃん飴って、うん、だからなくなる前まで応援してねっていう押せる時に押しとけそう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 、今無理やり作ったな、そんな意味があったのか、そうだよ、え、でも飽きたら終わりってこと、だ、飽きず、だから飽きないように味が変わるペロペロキャンディーにしてるわけですよ、なるほど、おい、森吉さん、なんとかごまかせた絶対ないだろ何これ、いや、ごまかせねえよ、でも、これ意味的にはこれ、あと飴の下りは後付けだけど、チーム名はね、そういう意味も一応こもっていますのでね、皆さんそれも含めて応援お願いします、よろしく、よろしくね、みんな登録してね、ちゃんと学校の子にも共有するんだよ、それはマジでよろしく、じゃあ最後に、せーの、ホームランにパンチ、なんでだよ、よろずやじゃないんか、うん、違う、おつつや、それもねえわ